中井筑窓から昭和18年3月25日は、漢学者であり、聖教徒。号はアモー。生命はパウェルであった。中井キリエンの長男として、海徳堂内に生まれる。自身が14歳の時に並行された、海徳堂の再建に尽力するとともに、ニコライカサートキンを助けて、日本聖教会のために、聖書や、 聖教会の格式当初の翻訳を行う中心人物の一人となったことでも知られる。日本における聖教会の方針例の基礎を固めた一人であり、戦後、十立海徳堂は神聖大阪大学に受け継がれたという意味で大阪大学文系の源流を作った一人としても評価できる。日本聖教会役聖書の翻訳は後に足ととして劣勢されたニコライカサートキンと、 パウエル・中井ずく・マロが中心になって行われた。聖書翻訳事業の開始は1895年9月、脱行は1901年であった。各式当初の翻訳も同時並行に進められた。翻訳にあたってはギリシャ語原本を訳し、ロシア語訳本で肯定するという手順が繰り返された。翻訳の中心人物に漢学者が含まれていることもあり、日本聖教会訳聖書は、 漢字の区別が厳密に行われている。例えば、日本ハリストス聖教会では、精霊に相当する威嚇について、パイニューイプシロン、ーアルファーに、神、プサイウプシロン会に、霊を当てる、同教会における、訳し分けの方法を反映し、精神を訳語として用いている。ペンテコステも、精神降臨祭、五春祭と呼ばれ、精霊の語彙は用いられない。この、神、 例の訳し分けは、精神にとどまらず、聖書、祈祷書中におけるすべての、π ーイプシロン、μ アルファー、プサユープシロン解の翻訳に適用されており、教会スラブ語の訳し分けにも、同様に対応している。他の諸教派の多くが、文語訳祈祷書、聖書を、口語訳、現代訳のものに切り替えている中で、現在もなお、日本聖教会は、方針例において、足と、 ニコライ・パウェル・ナカイが中心になって翻訳した、漢文訓読体の聖書、祈祷書を使用している。ナカイは並行された、海徳堂の再建に尽力した。おもだて海徳堂の設立後に、ナカイも莫大な蔵書や収集物の多くを寄贈し、多大な支援を行った。本校では現代ギリシャ語に近い読みを採用する。日本正教会でギリシャ語を表記する際には、 古典風の再建音よりも、現代読みを用いることが多く、関連書籍、参考書籍とも整合性が取れるからである。ちなみに、古典風の再建音では、ガンマヨータ π 乳イプシロンミューア μα、π パイニューイプシロンミューアル μα、プサイウプシロン回となる。ありがとうございます。